はいどうもゆきです。今回はさとみちゃんをぶっ殺してみたいと思います。さとみちゃんをぶっ殺すためにはこちらさとみちゃんとのデートのプレゼント会において選択肢のいい地味な色のベスト以外のものをプレゼントする、もしくは何も買わないことが大事ですね。ここで地味な色のベストをプレゼントしてしまうと、もうさとみちゃん生き残ってしまうので、それはこっちとしては困るわけですよね。まあ、ぶっ殺さなきゃいけないんで、可愛い髪飾りあたりにしておきたいと思います。でもこんな初見わかんないよね、マジで。なんでそれなのってなりますよね。それは最近人気のアクセサリーね。2500円あるね。これでいいやるか。はい、マイドアリアル。そしてほら、さっきの店で何か買ったの。うん、君へのプレゼントをね。え、ありがとう。へえ、これをくれるの。可愛いわね、これ。家のぬいぐるみにもつけるわ。お前がつけろよ。できれば本人がつけてほしいんだけど、やっぱり一度くらいはつけてみようかな。可愛いね。ボス、アメリカ本部から。うわー、いきなり入ってこないでよ。まあ怒るわな、そら。この状態で3年目の最後の試合、自爆装置を作動した後ですね。報告します。 B ブロック周辺で爆発が連続発生。なんですって。招待客がパニックに陥っています。おい、そこどけよ。ちょっとした事故だ。中へ戻れ。冗談じゃねえ。ドーム球場の屋根が落ちかけてるんだぞっていう感じでちょっと揉めてますよと。事態が収拾できるまでにしばらくかかります。それまで避難していてください。脱出用のヘリはこちらです。それよりもこの失態どうするつもりだ。ビッグボス、たった今報告がありました。ヨーロッパ支部がボートに襲われて壊滅。ブラジル警察が南米支部を強制捜査。なんじゃと。クソ、どうして持ちこたえられんのだ。もう終わりにしましょう。何？プロペラ団は犯罪組織ではなく、本来そうであったように選手と企業の関係を仲立ちする組織に戻すんです。今ならばまだ可能です。来ましたね。え、ビッグボス。悪の組織に弱気になったやつは不要だ。しかし日本支部長はプロペラ団を救おうと。まともなことを言う奴はみんな裏切り者だ。で、お前はどっちなんだ。もちろんビッグボスに忠実です。よし。いや、最悪ですね。最悪ですね。そして自爆ボタンを押して逃げるルートでさとみちゃんを主人公が見つけます。出口はこっちかな。うわ、血まみれで誰か倒れてるぞ。おい、しっかりするんだ。ゆうきくん、あれ、君は、みちおさん。あれは嘘。よみち、さとみよ。あ、自業自得よね。いや、やばいよ。外へ運ぶからそれ以上喋らないで。背骨と肝臓がやられたから、もうダメ。あなたが甲子園で優勝した時、私、亀田くんを利用して、前の支部長を殺したから。え、なんだって？あの時に言えなかったから、今言うね。甲子園優勝、おめでとう。うわ。泣くわ、普通に。あ、おい、おい、おい。里美、か。極悪高校の時、同じクラスだったあの子だったのか。思い出せなくてごめん。今思い出すっていうのが辛すぎるよな。で、記憶は戻りますと。ビッグボス、やっぱり逃げましょう。バガモン、この島にある資金がなければ組織、いや、わしは破滅じゃ。お前、破滅しとけ、マジで。